はい、えー、今回もお伝が気になるニュースをお届けしようと思います。最新 AI ニュースになります。2024年度2月の22日木曜日になります。 本日も、ええー、えニュースを大接続的にご紹介していこうと思います。気になるニュースがあれば、概要欄の方からご覧ください。エイムラジオ感覚でお聞きください。はい、えー、本日のパートナーです。スーザンさんです。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。はい、おはようございます。本日ですね。あの書き集めてる。まあ、いつも流しらちゃうんですけど、も、ま、う、あ、ほとんどスーザンさんが持ってきてもらってるニュースなんで。はい。あの、はい、今日もスーザンさんの持ってきたもらったニュース。<laughs> ちょっとあ見ながらやろうかなというふうに思いますはい、はい、えっとですねちょっとですねここでちょっとトラブルパソコンもう一個立ち上げてなかった <laughs> はいまず一つ目のニュースなんですけど、はいえー、NVIDIA 株テスラ抜くっていうお話なんですけど えっとですね、私いつもちょっとパソコンをもう一台立ち上げまして、そのニュースを見ながら、えー、これ収録してるんですけど。<laughs> もう誰とも何も見えてない状態ですね今ね。え、あ見えてないですか？あいや画面見えてます。あここそうですよねそうですよね。あ、はい、よかった良かった。誰ともあのタイトルだけでなんとか。そうそうこれタイトルだけじゃ何も伝えれないってね <laughs> これね。ニュース見てへんからね全 <laughs> まったくまだ。 いや全くニュース知らんからね <laughs> えでもなんとなくこれこの間から多分出てたニュースなんですよね n i d ア a 株ですら、ねはい、抜句ってなんかあの噂でやってるガーファムからねあ僕が言ってた傲慢になるっていう話 <laughs> あ<の> <laughs> これほんまやんっていう <laughs> ほんまにそうなったやんっていう話なんですよね、うん、実は言うと、はい、そうですよねそうなんですよだから本当にあに傲慢の一番最後の「N」ですねが、うん、まさしく本当あの n i d i a さんなんなですよねだからもうこれ本当になったやんっていう話をしたかったんですけどまだちょっとニュースが広げてないっていうねすいませんの <laughs> もうちょなんかねこの毎日やってるとねほんとねもうこんな言い訳ばかりで申し訳ないけど <laughs> はい、はい、すいません出ましたんではいありがとうございますはいでこちらの方のニュースなんですけれども米国 NBDI 株あちょっと待ってくださいえー、っと あれあれあれなんかおかしいおかしい何がれこれ何ええええ怖い怖い怖いなんか画面が変になったあ,<ら>あれ何これえな何これああー出ましたあすいませんごめんなさい、はい、えー、っと米国エルビア株売買、えー、代金でテスラ抜き首位に AI 期待でっていうお話です。こちらのほうのニュースはロイターのニュースになりますね。二、え、十、ー、日、ロイターがですね米国株式市場で半導体大手メーカー NVIDIA の売買金額が電気自動車 A v あ EV、EV、えー、ちゃんは <laughs> 大手テスラを抜いて首位になったと人工知能銘柄が注目度の高さを浮き彫りにしておりますということみたいなんですね。はい、はい まさに抜いいちゃったったていうす,いやすごいですね、本当に。うん、やっぱりあれですね、これ、今、パッと見て思ったのが、はい、アメリカのゴールドラッシュの時にあの金を掘る人じゃなくて、ジーパンを売った人が一番儲かったって話と、なんか似てるなと思って、今聞いてましたあなるほどね、あそうなんや、僕はスコップって聞いたことあるんだよね、それね。 あスコップもなんですね僕は<う>リーバイスだったかなの話を聞いたことああでもやっぱりねその辺がね<あ>やっぱ近いものがあるんですよねだから、うん、あのほそれよくすごいねビジネスの話でもね僕あのよく聞いたりとかしゃべる話なんですけど、うん、あの金脈をね探しに行くって言ってもやっぱり一攫千金狙ってできるんですけどかかっていう感じなんで,すよでも、うん、これが例えばあの えー、その金脈を探しに行くための、えっと、まあ、そのスコープみたいなものを作るっていうことは、それは必ず売れるっていうことなんですよね。はい。うん。だから、ビジネスをやるんだったら、えっと、そっちを選ぶべきっていう話ですよね。うーん。っていうことだったんですけど、本当ね、もう最初からちょっとグダグダで申し訳ないの。なんか。 まあ、ちょっとこんな日もあるよ。はい。はい。こんな日もあるよ。はい。じゃあ、ちょっと次のニュースいきましょう。これね、次のニュースね、ちょっとね、関連があるったんで、ちょっと出してみたんです。はい。はいえー、MS、マイクロソフト、AI サーバー開発っていうお話なんですね。で、このお話も、実はうと、ロイターと同じ、えー、と話なんですよ。で、えっ、ー、と、ロイターニュースの方です。うんえー、米国、マイクロソフトが AI サーバー機器開発、NVIDIA 依存、えー、低減試案っていうお話なんですよ。 <で>これ、どういうことかというと、米国のマイクロソフトがですね自社の、えー、と AI のサーバー向けの半導体、マイヤの性能を向上させ、エヌビディアの依存性を下げるための可能性として、ネットワークカードを改造しているとっていうことで、えーと、報じられてるという内容なんですよ。なんで、なるほどすよだから脱エヌビディアみたいな感じの動きが少し出てきてて。うん で実を言うとですね、この NVIDIA さんとあしらえー、いただいてる GPU っていうふうに言われてるコアの何のて言うんでしょう、頭脳みたいなところがあるんですけど、ではい、それの代わりにならないかっていう研究もあの各国でいろいろやられてるんですよね、実は。<ー>で、まああの、もちろんね、メタ社もそうですし、いろんなところが、オープンエア社もそうですよね、結局。 まあ依存してるから、はい、まあ自分たちの半導体をあの開発するところをずっと手掛けてるんですけどやっぱり戦闘機って走ってるところにはやっぱり負けてまうところもあるみたいでイヤをなしでも今は使わないといけない状況が続いてるっていうのはまあこれエヌビディアさんだけで言えることじゃなくてオープン AI 社でも言えることかなというふうに思うんですよね。 やっぱりこの辺の辺ビジネスでのやっぱりスピード感というのが一番大事で僕は精度云々よりも一歩前に出してとにかく一番最初に出した人の方が勝つと思っているので。 まあ,あの、はい、ねこれ聞いてらっしゃる方もね、これまあ大手テック企業なんでね、自分とは関係ないわというふうに思われるかもしれないですけど、やっぱりもう1に行動、2に行動、3子がなくて、もう4にダッシュだと思うんであろうか <laughs> 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 とにかくちょっとね、前に進む方法がいいんじゃないかなというふうに思います、そういったような僕はニュースかなというふうに思いました。ははい、はいい次のニュースです、はい、アクロバットに ai 機能っていうね、はいお どうでしょうこれちょっと興味あるでしょはい。はい。こちらの方のニュースなんですけれども、えー、Adobe アクロバットにも AI、対話で要約や、えー、文書作,、えー、作成、AI アシスタントっていうお話なんですね。えー、っとですね、Adobe がです、ね、20日にアクロバット、AI アシ,、えー、アシスタントのベータ版、まあこれ英語だけなんですけどね、提供開始しましたと。で生成 AI の、うんえー、対応したアクロバットの対話型エンジンにより、 重要なドキュメントから情報を抜き出しユーザーの作業をサポートするっていうことで始まる内容なんですね。で中をちょっとね読み進めていくとまあ質問に回答しながら、まあ、利用してる電子メールレポートプレゼンテーション等に応じた文章への共有が可能になっているみたいな感じにも書いててでさらになんかサマリーの、えー、と生成とかもやっちゃうよっていうことで書いてるんですね。 ちょっとなんかビデオかなこれあるのかなアクロバットのえっ、ー、と全 AI2 ビデオって書いてるんでちょっとそれちょっと見てみますねあー、はい、かっけえなさすがやなアドビュー何 <laughs> <laughs> やろこのもう最初のデモンストレーションからおしゃれですよねこれね <laughs> まあ広告っぽく出してるんですけどジャストアスクアクロバットとかでて <laughs> めっちゃなんかでも ちょっと気分になるようなあのその資料的な内容がちょっと出てきてないのがちょっと気になるけど <laughs> ああ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 なるほどプロンプトを与えてはいなんか生成しますとアスク、えー、と AI アシスタントみたいな感じ書いてなんかボックスみたいなところに文字を入力するみたいですねそうしたらそれに対応して出てきてうん、うん、でドキュメント158%に変えましたみたいな感じのやつが出てきましたけどちょっといまいちこれだけ見てもねなんかあんまりパッとわかんないですねうん,うんなんかあの通常の 生成 AI とそんななに大差ないけど <laughs> い今だとそのチャット GPT とかに PDF 読み込ませて要約してるみたいな機能がアドビのソフトの中で完結するみたいなイメージですかね。おっさん連中でもし知らない方にちょっとご説明するとこれアクロバットっていうのはそもそも PDF を扱うもしくは作るためのソフトなんですよね。 アプリケーションなんですよ PDF 自体が実は Adobe が持ってる権利で排、えー、出しているものなんですよ PDF っていうのがだから、うん、Adobe の持ち物なんですよねこれ権利的に言うとでうん、うん、Adobe が純正,純正としてでこれあの PDF としての加工ができるのは実はこのアクロバットだけなんですよ今は、うん、でもほとんどの内容として違うあの例えばイラストレーターとかですねワードもそうですし えーとパワーポイントもそうなんですけど PDF に出力するみたいな形のことができるからねあのあんまり言われてないんですけど実はこのアクロバットっていうものが本当は PDF を作るためのアプリケーションなんですよ。ね。そうですね、うん、たださっきもちょっと言ったんですけどね全部もうエクスポートできちゃうからね。いらんっつったらいらんねきて <laughs> これ。<laughs> まあまあまあでもドキュメントの形式としてはねもう一般にまあまあそうそうう本当に正式にやろうと思ったらクロバット使わんとねあかんと思うけどでもいるでもいるあれ何となくちょっとそんな感じがするんですけどね そうですね。<laughs> はい。まあまあまあ、あのー、ね、皆さんどうお考えなのか、まあ、使ったことのない人がほとんどないかなと、ちょっと思うんですけどね、そういったような発表があったというニュースです。うん、はい。次のニュースです。はい。チャット GPT 規制、これ、なんていうのかな、バイオアイっていうんですかね。えーうん、っていうニュースになります。はい。えー、っとですね、こちらの方のニュースがですね、ちょっと待ってくださいね、これね。 リンクがね、ちょっと、いまいちちょっとつながってないもんで。はい。はい。はい、えー、っと、IT メディアさんの方にあったニュースです。はい。企業、はいえー、企業がチャット g p t を使っちゃダメ。じゃあ、自分のスマホで使おう。時代は、えー、っとバイ、バイドっていうんですか。バイオ、えバイ a i って書いてるんですけど、これ読み方はちょっとよくわからないですけど、うん <laughs> えと会社はチャット GPT を禁止しているがっていうことから始まってで、まあ、自分のスマートフォンでチャット GPT なんかを使ってでみんなやってるのがほとんどなのかなっていうところが、えー、とサイバーセキュリティ企業のブラックベリーが、えー、と2023年度8月に発表した調査で、えー、と職場でのチャット GPT は禁止されてるっていうところが 企業の割合で世界、えー、全体75%に達成するっていう調査が出てるみたいですねこれ。去年のニュースなんですかね。去年ので発表されたニュースでっていうことみたいなんです、うん、そうですね、うん、でそこからなんかいろいろ書かれてるんですけどちょっと僕いまいちこれ読み進めてもあんまりよく分かってないんですけど、うんえー、この「バイト」っていうの読むかな。 ブリング・ユア・ワン・デバイスっていうのかなあ、あブリング・ユア・オウン・デバイス。オウン・デバイス。あオウン・デバイス。はいはい。こういうの何やろ多分、あの、僕もサラリーマン時代そうだったんですけど、うん、自分の携帯を使って仕事をするってことだと思うんですよね。 あ,あそ,ーそういういいことは自分のパソコン持ち込んだりとか<あ>携帯持ち込んだりしてそれで仕事をするみたいななるほどなるほどあ、はい、これはなんか俗語みたいな感じで言われている言葉なのかな僕が知らんかったけかなまあ僕も知らないですけど <laughs> まあそういう仕事の仕方のことをそういうんでしょうねきっとね、うん、あっぽいねなんかいろんなところでも一応載ってんねんけど<れ>これ読み方なんて読むのかが俺分からへんな 普通にアルファベット読みですかね ?BYOAI。あっ <laughs> れ悪いですけど <laughs>。<laughs> めちゃくちゃ言いづらいけどね、これ。でも、BYOD っていう言い方があるみたいで、うん、でそのことが、えっ、ー、と、ブリング・はア・アワ・デバイスっていうのかな、うん、っていうふうに言われてるみたいですね。まあ、ほんま、まんまみたいですね、これ、読み方的には。 うん、そうなんです、ね、まあちょっとおっさん連中にはなんか携帯を使いこなすっていう感覚が多分ないんでまあ仕事場で携帯を見ながらやるっていうことはあんまりないかもしれないですけどでも意外とねあの開発の現場なんかやってる子とか多いんですよねなんかやっぱりあの企業入り込んでねデバイス自体がやっぱり使ったらダメで,でもやっぱりねなんかこうコーディングしてる内容がどうやって言えんのか分からない時にググらないとダメなんで。 その時はうん、うん、そこの場の端末ではやっぱりググれないからあのやっぱりネットワークがねそこが外れてるから自分の携帯で調べてやるっていうのはね昔から結構ありましたよどねなんかねそうですねやっぱインターネットつなげない端末とかもありますからね、うん、教師によっては、うん、そうねでも結局そこでつなぐっていうことは別ネットワークにしてあげて、うん、もう一台それにしたって言ったらいいのねって思うんだけどそうですよねうん 何やろうその部屋の1台だけがネットつながるっていう端末を置いてる時もありましたねそういえばああなるほど、うん、そういう感じでなんか扱ってた時期もありましたねうん、うん、まあでもこれも、ね、やっぱり情報漏えいをね、あのー、させないためのことだとは思うんですけどねうんそうですね、うん、まあまあまあで,でもまあこういうまあ時代になってるっていうお話なのかなっていうことですはい <laughs> じゃあ、次のニュースです。はい、はい、今日はあかんななんかね、俺。<laughs> そうですか。じそうでもない,い。大丈夫かな。<laughs> 大丈夫です。<laughs> あ,あ、そうですか。よかった。はい、次行きます。A. I. 出会い系のリスク。はい。どうですか、はい、これ。ちょっと。きましたね、また、出会い系。<laughs> いやーねみんな興味あるかな思ってね、はい、いきますよ、これ、えー、こちら、ホームズにあったニュースです。えー、出会い系サイトは、えー、生成 AI を生、えー、かす、えー、ロマンス詐欺にもご注意くださいっていうニュースになります。はい えー、バレンタインデーに AI で愛のメッセージを作成するような男性がアメリカ人では4人に1人日本では5人に1人愛のメッセージは自分で書くよりも AI に書かせた方が効果的だっていうことでアメリカでは69%日本でも39%上ったっていうことみたいなんですけど。 やいやちゃうねん俺ね、ちょっとね、これねね昨日ねちょっとね、イグちゃんとね、話し,したんですけど、あのーはい、僕ね、ちょっと先日ね、ユーチューバーさんとちょっとお話しする機会があって、とあるちょっと、はいあのー、昔かな、昔ちょっと有名なチャンネル持ってらっしゃって、なんか、えーよ、よさこいバンディットっていう、なんか、ところの、えっと、おなぶたさんっていう方がいらっしゃるんですよ。ではい えっと本当になんか東海オンエアさんとかあのな,なんでしか仮面つける人いらっしゃいません仮面つけてやってあるの俺 YouTube あんまりこう <laughs> 自分でやってるのあんまり見てない実はユーチューバーちゃうでしょ俺それい <laughs> いやろ、まあ、結構ねあの本当に、えー、と400万回再,回再生とかしてはるようなその巨大なちょっと YouTube やってらっしゃって や,やっちゃった方<ー>もう今はねなんか解散されたかなんかでもう活動も1年ぐらいされてらっしゃらないみたいですねうん、うん、まあそういった方がいらっしゃってちょっとね、はい、お話するいろいろご教授いただくね機会がちょっとあったと思うんでで、はい、やっぱりねちょっと僕もおっさんをターゲットにしてるんですけどね 僕のい番思いはビジネスに生成 AI を使ってもらいたいっていうコンセプトの下でずっと発信をし続けてるんですよね、僕は、はいはい、ただ、やっぱり YouTube を見ている約8割今日,今日の人はね、そこら辺で寝っ転がってね、携帯上にしてね、鼻くそほじくりながら YouTube 見ている人がほとんどだと。<laughs> ね <laughs> どっっかから持ってきたんですかその統計いやいや、イメージっていうかそういう人が多いですよっていうことを言われて、はい、僕のイメージね、ねあくまでも見てらっしゃる方を、ね、ディスってるわけでも,もなくてあの <laughs> 僕の勝手なイメージ、ね。あの <laughs> で,で、まあ、そういう人でも役に立って使いたくなるようなプロンプトをした方がいいですよって言,った言われたんですよ僕。だから、ね、なんかもうビジネスビジネスっていうことでね例えば、まあえー、文書作成の効率化を図るためにこういうことがいいですよとかねなんか議事録作るんだったらこんな感じのテクニックとかいろいろやったんですけど結局ね、はい そういうのを作ったところで見てる人のよく8割が寝転がって鼻くそをしてくれながら携帯上にしてねたまにすぎてカーンってあの携帯が落ちてくるような感じの人ばっかりなんですよ。かっこイメージ。は <laughs> いイメージ。かっこイメージ,メージです <laughs>。なんで, <laughs> でじゃあそういうふうな,なんか人に。 えっと使ってもらえるようプロンクトを排出していこうかなってちょっと思ったんですよお<ー>だからちょっともうこれからね僕ねちょっと一風変わった感じにやります <laughs> で第1弾はえー、っとちょっとイグちゃんいるじゃないですか僕のチャンネルでねあの、はい、12種類の職業の,そう職業の解説をしてもらってるイグちゃん、はい、まあイグちゃん実は彼女いないらしいですよねあらはいなので僕はちょっとそこで あのチャット GPT で彼女を作ろうぜっていう <laughs> このプロジェクトをちょっとやろうと思います僕、はい、すごいパワーワード <laughs> チャット GPT で 彼女を作るぜっていう <laughs> <laughs> これ多分誰もやってないと思うだから僕は僕のモテ,モテる限りの全てのプロンプトエンジニアリングテクニックをね <laughs> 女の子くどくためだけに使うっていう <laughs> <あの笑>それをいぐっちゃんに伝授してそれを皆さんにも使ってもらおうという試みをやろうと思ってるんですよ <laughs> バカだわほんと俺 <laughs> <laughs> なるほどもうそれも公開されちゃうわけですね、はい、そうですねだからちょっと若干ねだからあのんやろ出会い系アプリでやり取りする時にちょっとなんかうまくテクニック何かできないかなっていうのをちょっとやろうかなと思ってるんですよ <laughs> はいちょっとあのー、<laughs> これ聞いてらっしゃる方 <laughs> 今日のこう <laughs> ちょっとお楽しみにということであの <laughs> <laughs> ただ、まあ、AI ニュースは AI ニュースで、ね、ちゃんとやりますんでね、真面目かどうか分からないけど、こんな感じでちょっとあの皆さんに、ね、こうあの情報をお届けしていこうとは思うんですけど、たやもうちょっと、ね、エンタメ的なチャット GPT にちょっと切ってみようかなっていう、うんはい、そんな感じですうん、うん、<laughs> どう思いますか、須田さん。<laughs> いやめっちゃ面白そうですけどモテる力を全部しょうもないものに使ってみます僕 <laughs> だから全ての、はい、こう女性の役を演じている AI が引っかかりそうですけどねそれだとああいやチャンス僕もねいろいろでもやり取りをアドバイスしてもらえるっていうのは別に関係ないよ、うん と思ってるんですよ、ね、だから、うん、要はなんかちょっとやらしい気持ちとかやらしい感じの GTP 図を使ったりと作ったりとか,なんかそういう恋愛に関係するような感じで依存してしまうような感じのものだったら僕はダメだと思うんですよね。うんはい、ただ純粋に「彼は彼女が欲しいんですよ」<laughs> ね。ね <laughs> そこで、ね、自分ではあもうここでも言ってるやんだってあのこの記事ね「バレンタインデー」にね<お>あの「愛のメッセージを。うん ちょっと考えるのに生成 AI を使ってで、うん、相手に表現してるんですよ。ね<ー>これと同じようなことを俺はやったろうと。ね、はい、あのー、なんていうんですかね本当にまあうん自分の要件を入れて相手の状況を入れてでそれでどうやってやればいいのかっていう、うん、あのそこでゴールシークプロンプトをやってみて。<laughs> ね でありとあらゆる例題を出してフューショットプロンプトでちょっと書いてやってみてで最後は精度を上げるためにカワゴンプロンプトを入れるっていうあの <laughs> それで出た答えを向こうに渡すっていうね、はい、<この笑>ちょっとそういうね感じのをちょっとやってみようかなみたいなやっぱり皆さんそういうところの方が興味あるかなと思ったんで。はい そうで,すね、でもめっちゃ売れそうですねきっとそれでもし成功したら、はい、まあまあまあね、あのー、ただ僕が言いたいのは何て言うかなこう普通に見てる人 YouTube のなんとなく見てる人でもそういえば僕思ったんですけど一般的にね普及させようという風な活動してるのにやっぱり見てる人が多分そういう感じの方だったら、うん、そういう方でもちょっと使ってみたいなっていうプロンプトを排出する方が、うん、世の中になんかもっともっと広めれるかなっていう風に思ったんですよ。もうそこがちょっと限定なんですよね だから、うん、みんながみんなね効率化ばっかり求めてるわけじゃないですからね。だから例えばもう主婦向けにね、うん、あの今晩のおかずをどう算出するのかっていうそういうチャット GPT の使い方やってもいいしなんかもうちょっとね、はい、なんかうんと身近な感じのプロンプトをちょっとやってみようかなって思いました。 ということです全然ニュースとは関係ないけどはい、はい、ニュースの内容は全く分かんなかったですね今はいあの AI の DIK の、えー、形でなんか使ってますよっていうことでただあの、はい、これ読み進めていくとねやっぱりなんか、うん、バカしてんじゃないかなみたいな感じにも言われてるっぽいですねだから、うん、ロマンス先っぽく、うん、そ高度な形でねロマンス詐欺にも引っかかってしまうぐらいの精度があるからっていうのを気をつけてねみたいな感じですかね まあ出会い系といえばやっぱり桜の存在がありますけど、それも見分けづらくなるっていうことですよね。うん、ねそうそうですね。うんうん、まあまあその辺の内容もねちょっとあロマンス詐欺はダメだそれ見破る方法。はマンですね。<笑><笑>うん空母。そ <laughs> <laughs> それはかも <laughs> まあまあまあねそういう出会い系気をつけてねっていうお話みたいですね、うん、まあ気になる方いらっしゃったらまあ概要欄の方からちょっと見てくださいはい <laughs> じゃあ次のニュースいきましょうはい次のニュースですはい中国からチャット GPT 利用不可っていうニュースになりますはい、はい、こちらの方のニュースはですねプレジデントオンラインにあったニュースです はいえー、なぜ中国からはチャット g p t が利用できないのか、中国を IT 大手が次々と繰り出す中国版 g t p の本当の実力っていうお話です。えーっとですね、中国の IT 企業が続々と生成 AI の新製品を繰り出していると、立教大学ビジネススクールの田中教授は、えー、米中両国とも生成 AI で世界をリードする技術を持っており、互いに開発競争を激化させていると。 日本はどちらの AI を選択すべきか大きな決断を迫られているっていうことから始まる内容ですまあ、はい、中国もですね実はあのプロンプトエンジニアリングを僕調べた時に去年ですねあまあほんにチャット GPT が出てきたぐらいの頃にいっぱい僕調べまくったんですよ。そうすると、うん、中国はもうすでに去年とかから、えー、去年から2年前3年ぐらい前からもうプロンプトエンジニアリングの募集をしてたんですよ。 企業が、えー、すごくないですか？<laughs> で <AI> で、その頃に実はえっとスクールもえっと設立されてて、プロンプトエンジニアリングのコースのえっとスクールが存在してたんですよ。へえー、だからえっと生成 ai をえー、に関しては、このジェネ。リティベアに関しては中国って結構先進してるっていうね。 っていう日本にいうとあんまり聞いたことないですけどね、やっぱりそうなんですよ、まあ、どうしてもね、あの独立した形でね、まあ、中で何でもできちゃうというところもあって、まあいわゆるああのまあ、世界中ではグーグルって言ってるんですけど、まあ、中国ではバイドゥっていうものが一番主流になってて、はい、そこのバイドゥ時代がちょっとね、はい、あの乗り出してるんですよ、生成に。えー、で、その制度もね、結構意外とすごいんですよ。あ<ら>えー なんでまあ、ここでも発表してるんですけど、ね、実はもう IT AI の, AI の事業にこう駆け出してるところもう2014年度からやってるっていうね。だからね<ー>意外とすごいんですよ中国って実は。だからもうこんな感じでねもう意外とね、まあ、僕と世代僕よりもちょっと上ぐらいの世代かな。なんか あ中国なんてって言ってるねあの、まあ、日本人のおっさんいるんですけど実は日本負けてるんでねあの <laughs> あいやすごいですね、うん、そこを、あのー、ちゃんんとと、ね、と認識しないとダメだと思うんですよね、うんうん、ここの記事でも言われてる通りじゃあ日本人アメリカにするのか中国にするのかここで気づかないとダメなんですよ日本は入っていないっていうね、うん、<laughs> そこよりも下だっていうことですから <laughs>。 <laughs> そうですね。うん、これはねちょっとねおもんないんじゃないのっていうのが僕の本当の本心です。はいもっともっとね、はい、元気にね今本当に転換期でもあるんでもうこの転換期にね、はい、本当日本がもっと先進して前に出るようなねそういうような技術とか、うん、まあ人材とかね 製品とかが出てくることを僕は期待しているんですけどねまあそのためにもやっぱりこういう生成 a を広めていかないといけないなっていうふうに僕は思ってますはいはいちょっとまとまったみたい <laughs> <laughs> はい台本読んでるみたいな感じでしたけどね,ねせやろ一切読んでへんからなもう今パソコンなんやったら電源入れたぐらい <laughs> そそそれは間違いないなです。うううやろ。ん、ねうんそう。一番最初に電源入れたから、<laughs> 俺の最初の NVIDIA の話から。<laughs> ほんま、ね。ほんまこんなん聞いてもらってありがとうございます、いつも。<laughs> まあ、<laughs> ありがとうございます。した。とりあえずこ本日はここまでということです。 はい、えー。このチャンネルでは毎朝7時に AI ニュースの方をお届けしております。はい。あと、チャット GPT の内容とか、プロンプトエンジニアリングの内容とか、生成 AI のなんか内容なんかもお届けしております。で、えー、と365日、えー、毎日365人の方と名刺交換、えー、挑戦中でありますで。生成 AI で道を切り開くということで、ちょっと僕は、えー、と挑戦してやってますんで、えー、もし名刺交換していただける方いらっしゃったら、えー、ぜひご連絡ください。 はい。であとですね、AI のニュースパートナーなんかも募集しておりますのでよろしくお願いします。ポッドキャストもやってますんで、もしよかったらそちらの方も聞きください。はい。スズダさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。スズダさんもなんかね、あの何て言うんでしょう。あ、そうかスズさん既婚者やからかなかも。あの。 ロマンス詐欺はしないですよいいやいや <laughs> そロマンス詐欺するとか言うてないやん <laughs> <laughs> それはそれはせえへんけどなんか <laughs> あっどうですかねじゃあ、あのー、前にねあったあのー、恋愛シミュレーションみたいなやつあったじゃないですか AI のアプリケーションはい、はい、あれねちょっと、はい、あのー、シミュレーションしてやってみるっていうのも一つですねなんかねああそうですね、うん、どうあの ai シシミュレーションと A AI でやってみたみたいな、ね、感じであの、うん、AI シミュレーションの出会い系アプリを AI 使って対話させて AI と AI がくっつくかどうかやってみるとかこれを各ブランドのね, <laughs> ね チャット GPT の無料版、有料版、アンソロピックのクロード2、ジェミニ、全部試してみるとか、れが一番最初に落とせるか、そうそうそう、設定全部一緒にしてみる、ちょっとね、なんかそんなのも面白いかなと思うので、ちょっとやってみようかなというふうに思います。何の役にも立たんから、ほんまの。 いやいや、の迷え <laughs> る男性たちにとっては。そうね、そうね。本当、はい、ね、まあ、ちょっと、うん、あの、皆さんの希望の星になれるように。僕、おりじゃないけどね、チャット G. P. T. が <laughs> <laughs> そ、ね。そう、ちょっとやってみようかなというふうに思います。はい、鶴田さん、どうもありがとうございました、はい。はい、ありがとうございました。はい、皆さんも頑張ってください。ありがとうございました。